この動画を見てくれてありがとう。今回はポリッシュのカラーリングを行っていきます。ネイル検定3級では赤を使いますので、今回は赤を使って行っていきます。ポリッシュの筆は平筆と丸筆がありますが、どちらを使っても構いません。平筆の方は先端が広がりやすいのでおすすめです。使いやすいと思います。クリエイティブの筆は丸筆、とても柔らかくて使いやすいんですけども、刷毛が少し小さいです。筆は先端の毛が揃っているものが使いやすいので、そういった使いやすい筆を見つけた場合は大事にしておきましょう。付け替えて使っても大丈夫ですよ。ポリッシュを使う前には沈殿していることもあるので、使う前にコロコロ転がして攪拌します。乱暴に振ったりすると気泡が入ってしまうから注意をしてください。まず使い始めには軸のポリッシュを落としてしまいましょう。ついたままにしていると塗っている時に流れてきたりします。刷毛先が広がっていないと塗りにくいので、この時に刷毛を広げておいてもいいです。ではポリッシュ取っていきます。軸のポリッシュを落として、刷毛のポリッシュも一旦落としてしまいます。この時に刷毛をしっかり広げて、ちょっと戻して、必要な量を刷毛の片面のみに取ります。刷毛の上部のポリッシュは先端に落としておいてください。こんな感じです。片面のみについてるようにしてください。際塗りですが、練習大事です。慣れないうちは紙にキューティクルラインを書いてポリッシュを取って練習してもいいと思います。こんな感じでポリッシュを刷毛の先端に溜めて取って、キューティクル際に持っていきます。基本はこんな感じになります。刷毛広がっていると扇形になっているので、キューティクルのラインが取りやすいです。ではハンドでやっていきます。ポリッシュを片側のみ、刷毛の先端に溜めて取って、キューティクルエリアに持っていきます。少し手前に筆を置いて、刷毛を広げて扇状にし、ポリッシュのたまりを持ち上げていきます。ラインが歪まないように注意です。際まで行った時に少し筆を立ててあげるとラインが決まりやすいかな。ラインが決まったら刷毛を引いて伸ばしていきます。右側コーナー少し塗りにくいですが、刷毛の右の端を使って塗っていきましょう。
エッジも塗って、こんな感じで。ここから動画がスローになってます。ポリッシュをハケの片側のみセンターに溜めて取って、ハケをしっかりボトルネックで開けてあげて、キューティクルの少し手前に置いて、置いたポリッシュのたまりを持ち上げるようにキューティクル付近に近づけていきます。この時にポリッシュのたまりをしっかり持ち上げるように、筆の丸みを利用してキューティクルのラインを描いていきます。キューティクルのラインがコーナーからコーナーまで決まったら、左からブラシを立てて引いていきます。プレートに筆がつかないような感じでポリッシュの上部表面を引いていく感じです。筆の面は常にプレートに沿うように注意します。一度塗り目はキューティクルラインに集中し、サイドは多少塗り残しても構いません。ダメだけど3級の時は仕方ないかなと思います。二度塗り目でカバー。ハケのブラシワークの角度ですけども、プレートに対して45度から60度くらい、そしてブラシの先端の面はプレートに合わせる。二度塗り目の量は一度目より少し量を多めに取った方が綺麗に塗れます。同じように片側のみにハケの先端に溜めて取って、キューティクルのライン少し手前に置きます。左右に少し広げて、軽く引いていきます。ブラシの先端にポリッシュを取るときは、内側についている方が量の把握ができていいですけど、取りにくかったら反対側につけちゃっても構いません。とにかく片側のみに取るっていうことが大事。ここからは動画スローです。ではもう一度塗ってみます。さっきと同じようにブラシの片側のみに先端に溜めて取ったら、キューティクル際少し手前にポリッシュを置き、それを左右に広げます。広げたら左から右へ軽く引きながら動かしていきます。ポリッシュの筆は縦気味です。先端まで一気に引きましょう。筆はプレートの面の丸みに沿うようにします。ポリッシュは二度塗りでボトルと同じ色が出るような感じで塗るのが一番いいです。そしてトップコートを塗った時のようなツヤが出ている。そしてキューティクルエリアを塗るときは、親指でキューティクルエリアをスキンアップ、
サイドを塗るときはスキンダウンといった左手の使い方ができるように練習しましょう。塗るときも塗りやすいはずです。修正も技術の一つです。ラインが歪んだりはみ出たりしたらスティックで直していきましょう。スティックを使うときは視線をスティックから外さないように手を返して使います。ウッドスティックはあらかじめ削って薄く仕込みをしておきましょう。右の方が買ったばかりのもの、左の方が仕込みをしたものです。先端のカットは人それぞれなんですけど、よくあるのがなぎなた型とさっき見たラウンドカットが多いですね。たまに削りすぎて短くしちゃったりする子います。気をつけて削ってください。削ったら皮膚の近くで使うものなのでスポンジで滑らかにしておきましょうね。ではトップコートを塗っていきます。量は2度塗り目と同じように少し多めに取ります。同じようにハケ片方のみに先端に溜めて取ります。2度塗り目と同じようにキューティクルエリアの近くに置きますが、必ず1度塗り目のカラーを覆うように軽くキューティクルエリアに伸ばしていきましょう。左右に伸ばしたら先端に向けてブラシを引いていきます。優しくプレートに触らないように、慣れないうちはプレートに触ってしまってハケに赤のポリッシュがついたりします。注意してください。ここからスローでいきます。同じようにハケの片側のみにポリッシュを先端に溜めて取ってキューティクルエリアに広げます。必ず一度塗り目のポリッシュを覆うこと。トップコートはそこに集中します。左右に広げてあげて、広げたら左側から先端に向けてハケを引いていきます。ハケの角度は立てて、ポリッシュの上部を引くような感じで引いていきます。軽く軽くポリッシュのたまりを先端に向けて引いていきます。プレートの曲面に合わせてハケを使えるようにモデルさんの指を誘導することが大事です。じゃあポリッシュはこんな感じです。ご視聴ありがとうございました。質問とあったらコメントに入れてください。